うございます。ありがとうございます。感想はハッシュタグ映画あの花とまた出会えたらで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ハッシュタグなんだ。大阪弁ね。いやいや、多分違います。多分違います。ありがとうございます。座ろう。はい、座ろう。オッケー、バブリー乗ってください。今日バブリーだね。バブリーです。なんかね、バブリー乗ってください。やめようか。やめようか。座ってる。私いいです。座ってください。俺も一緒に立ちました。じゃあ、はい、はい。では皆様本日責められます。え、でも、でも、あ、大丈夫。まさか。じゃあ。いや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 。ちょっと愛用しないといけないじゃん。立ってて。それだけ。じゃあみんな立つ。はい。じゃあみんな立ってやろう。本日あの花完成披露してありがとうございます。原作の塩見先生が本日お越しになっております。ありがとうございます。先生。髪切った。はい。クロストークで楽しく盛り上げていただければと思います。はい、皆さんよろしくお願いします。ね、はい。で、その後ですね、鶴屋食堂ということで、松坂さん、出口さん、そして福原さんにもクロストークで盛り上げています。伊藤さん、ここも。はい。そしてですね、あの監督は現場でスタッフキャストとたくさんお話をされたと伺ってますが、映せる。青いです。青いです。あの花レイヤーが、レイヤーが、どうですか、今から。どうですか今から。どうですか。みんな来るやん。ついに公開しますね。まあ、まだ公開じゃないか。そうですね。完成しました。披露みんなでね、集まるのは確かに心強い。見てくださいね。お願いします。何も言いません。伊藤先生時間でし主演すごい泣きました。初めて自分が出てる。初めて泣きました。リトル関西のメンバー全員で見てくれたんです。みんな泣いてました。あ、マジで華やかですね。すごい。どうしよう。タケモチどうしよう。食べてるよね。タケモチさんさん。あと何でしょう。農場脈。ありがとうございます。だからね、うん、一緒に選んだんですよね。しっかりコートでお願いいたします。はい、お願いします。よろしくお願いします。ご紹介してまいります。藤原有香さん、水谷浩司さん、伊藤健太郎さん、原徳翔さん、上川俊作さん、小野塚隼人さん、出口夏樹さん、松坂慶子さん、成田洋一監督です。お祝いを言いたいということで、ある方が来てらっしゃいます。この方です。どうぞ。すみません、急にお邪魔しまして、福山です。僕はですね、長崎の出身です。で、父や祖父母が原爆というものを体験して小さい頃から平和教育というものを受けてきた人間なんですけれども、あの少しずつこう日本が戦争していたということからだんだん時間が経って被爆者の方がどんどん亡くなっていってるという時代がどんどん変わっていってるなという中で、今この若いキャストの皆さんがこの作品を表現されていて、そしてその誠実にその当時の人間を生きようとしているその姿にとても感動したのを覚えています。そのやっぱりできることっていうのは伝えていくことしかできないのかなと思います。ぜひ皆様、帰った後に大切な人にありがとうだったり、何か喧嘩していたらごめんなさいっていう言葉だったり、優しい言葉をかけてあげてください。本日はありがとうございました。大切な人と一緒に過ごす時間だったり、夢に向かって歩めることも本当に幸せなことだと思います。ぜひ映画をたくさん見ていただけたら嬉しいです。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
なんか、すみません、入らないので、こう、キュッと、はいはいはい、はい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 、はい、いきますよ、はい、チーズ何枚かいきます、はい、ありがとうございます、はい